これ温泉が何でしたっけ。温泉が7000キロ。ああ8日目か。うちのやつが9日目に帰ってきたんだよね。ああ、これあったんだ。ありましたよ。あのさ、それがここに明日の、もうちっぺも、はあはあ、やっぱりあのなんていうの、のごくんずの塊みたいな、はあはあ、何かの糞の塊鍋やれに、はあはあはあ、ピコゴヤかあの黒ゴヤか、はあ、多分その日に揺られてるずの、はあ、そっちだな。へえ、かき身の鳥だね。うん、どっちもかき身だもん。はあ、なるほど。これはどっち、オスにメスに。どっちも似てるな。どっち似てるべ。緑がこうサシが入ったとこなんかはあのかっちゃんさんに似てるし、ただこう3匹みたいに、はあはあ、3匹みたいにこうやったのが、地上屋がこう3匹っていうかね、ちょっと もっとこう、はあ、なった感じで、はあ、このあれなんだ、父親があの逆風って名前つけて、はいはいはい、あいつの子孫なんだよ。うん、いや多分ね、俺この前新助とお話ししたけども、うん、俺の考えではグランドクルーにはやっぱりあの女王のラインが、おはようございます、女王のラインが入らないと来ねえのかなと、いうふうなことを喋ったわけさ、だけどうーんってなったわけ。わかんないけどな、まあ確率は高いかもしれない、うん、そうだと思うよ、うん、ずっとデータ見るとね、うん、これはあの長蛇のあれでもね、あのキットだから、そうそう、あ、だから今回は逆風の血が入ったことで来たのかなというふうに勝手に解釈してるね、うん、だからこれは逆風の孫同士かな。あ、そうっすか。うん、マンゴーどっちかかったんだよ。はあのグランドの父親が逆の子供だから。うん、はあはあはあ。父親が逆の子供。はあはあ。あの選挙用紙はあの母ちゃんが逆の子供。はあはあはあ。じゃあ